え、一番最初乗ったスノーボードって何ですか？バートンのパフォーマーっていう、その最初に日本に入ってきたエッジもついてない、あの紐がついたやつ、あれが一番最初だったんですよ。それを大体目標にして1本目は作ったんですね。あの時の乗り味はどんな感じだったかなっていうのをイメージして作った時に、やったなみたいな、あの時のバートンより乗れてるぞっていう、たまんなかったね、それがすごい昔乗った時のイメージを思い出してあのやりましたね。最初まさかこんなに雪板が流行るとは思ってもいなかったっていうかライン引いてもらって、もういいしちょっと変えてもいいしね、形を。あれあとカット、カットしたい人はカット、もし面倒くさかったら俺切ってあげる。であとレールにニス塗るくらいですね。ヤスリでレールを整えてニス塗って、そこまでの作業をちょっとしてもらおうかな。一番標準最初がこれかな。人気があるのがやっぱこの形になる。どっちかっていうとこの丸めるよりだったら、はい、四角い方がここの位置効くんですよ。うん、あのどうしても丸めると減るから、ここまでのエッジが効かなくなるから、それじゃなくてもいったら短いんで、やっぱりテールがこうぬるぬる滑る感じになりますね。やっぱりそのロッカーだと思うんですよ、アウトラインより先に。やっぱりロッカーが一番重要で、そのロッカーに合ったアウトラインをあの決めて作ってるんで、やっぱその辺かなっていう。一番気にして作ってるのはその辺ですね。ロッカーに合ったアウトラインっていう。で、雪浅くなってくればなるほど、あと便で乗っていくしかない乗り物ですね。地形に合わせて、ターンじゃなくて、もうバランス乗って走ってるだけの乗り物になってしまうから。近場でスキー場まで行かなくても、近所の公園だったりとか、ちょっとしたとこでやっぱりそのスリルだったり満足感があるんだよね。スノーボードに飽きたとこもあるのかな、わかんないけど、ゲレンデに飽きてるし、まあパウダーは八甲田まで来なきゃないし、うん、もう近場でなんかプチバックカントリー的な乗りができるとこが楽しい。ファースト雪板。
方だよね。できた。いや嬉しいですよ、やっぱりみんな。やっぱりちゃんと滑ってくれてると嬉しいし、あ走ってるって思うし、曲がれてるって思えば、やっぱその辺がたまんないとこかな作ってる方としては勇気の斜面を降りてこれる達成感っていうのはもうすごいいいものがあります。今までスノーボードをこだわってエッジがソールがフレックスがとかこだわってたのは何だったんだっていう感じでもそういうのがあるから、まあ、今の雪板があるのかもしれないですね。